こんな真似をした度胸のあるやつ出てこい。よし、犯人が名乗り出ねえのなら貴様ら連帯責任だ。明日まで飯抜きだ。悪い悪い、ちょっと手が滑ってしまったんだ。よくあることさ、まあ許してくれよ。貴様か、いい度胸だぜ。 もうくたばっちまったのかい。起きろよ。どうじゃエミヤ、お前の後ろは火の海じゃ。もう前の敵から逃げることはできまい。 一歩でも下がれば死んでしまうぞ。だいぶできるようになったではないか。はい。しかしまだこんな程度ではグロマン人を倒すことなどできん。分裂、新しい剣を。 よくまあ毎日毎日すんげえ剣の練習ばっか続けていられるよ。俺なんかとってもじゃないけど付き合いきれねえな。ほんといくらピラールをやっつけるためとはいえよくやるよ。よいか、 この谷は吸血恐竜の巣じゃ。向こうへ渡るには素早い跳躍力をもってしか生きてはたどり着けぬ。はい。では行くぞ。はい。足の着地したところを踏んでこい。他の場所は危険じゃ。 背中合わせだと言ったじゃろう。あんなことでピラールが倒せるのかよ。<笑>いよいよ最後の試練を与える時が来たのかもしれん。峡谷のホラー穴にいる ファイアードラゴンを退治するのだ。しかしちょっとでも隙を見せればその吐き出す炎を浴びて石となってしまう。だが逆にその炎を出す舌を切り落として食べたものは石のような強靭な肉体を持つことになる。危ない。 二人でどこまでやれるか力いっぱいやってきなさい。分裂、気をつけんのよ。炎に巻かれたら一心になっちゃうんだから。それ、行くわよ。それ。
話をよく聞け。全部。わしはククリット国のアブミス王じゃ。なんだって。ジンバは世を忍ぶ仮の名、グロマン人によって追放されて、お前はわしの娘プライムローズじゃ。お前こそこのククリット国を解放する使命を預かった王女プライムローズじゃ。私がククリットの、そんな。グロマン人が侵略してきた時、立ち系預けた我が子プライムローズ頼んだぞ。侵略者を追い出し、平和なククリット。ジンバ、いや、アブミソー、しかりせよ。そうよ、アブミソー。頼んだぞ、二人で力を合わせて。プライムローズ。お父様。